名古屋市は年間賃料をボストン美術館時代のおよそ1億円から5280万円以上に引き下げて公募を実施した上で、来年1月には新たな事業者を選定し、4月から貸し出しを始めたいとしています。緊急 SOS ではありません。鯉の池の水全部抜く運命の大作戦に密着。